Hi everyone, I'm Pete Fabiano, producer on Shinsekai, and I'm joined here with... Hi, Shuichi Kawata. And he is not only the director, but he's actually also the art director on this project. So today what we're going to do is we're going to focus on discussing a bit about the art and the visuals of Shinsekai Into the Depths. So let me start by asking a couple of questions and we'll go right into it. Thanks for watching. では、そうですね、今回は一応ビジュアルフォーカスというふうにこう、いろいろ話していきたいなと思うんですけれども、まずはその主人公、結構独特な感じだと思うんですけれども、そういう、どういうところからこうインスピレーションというか、こういうものを作れば、どういうものを参考して考えたのか。そうですね、日本には、いろんなね埴輪とか土偶とかってあるんですけども、その土偶の遮光器土偶というものがありましてですね、そこら辺のイメージからちょっと持ってきたら面白いんじゃないかなっていうところで、もう結構ダイレクトにね主人公のヘルメットのデザインとしてそこの部分を取り込んでみましたね。やっぱねそのスーツもねこう、やっぱ本物にこう基づいたものでもあり、こうちょっとテイストを入れたりして、SF 感を出したりとか、でちょっとなんですかね、普通にダイビングスーツっぽいっていうよりかはどちらかというとなんかっていうニュアンスも匂わせるような配色であったりとか、スーツのいろんなところに入ってる模様とかを結構トラディショナルな感じさせるような西洋的なっていうよりかはもう自分たち日本人っぽいさを出していってる感じでまとめていってますね。そういえばそうですね、なんか漢字らしきなものも結構含まれてると思うんですけど。そうですね、漢字っていうのがもう僕は結構すごい形も面白いっていうのもあるんですけども、その読むものに対しての意味合いが、いろんな一文字に対して複数の意味が込められたりするっていうのもあるんで、もし気になった文字とかを調べてってもらうと、あ、こういう意味もあるのかとかっていう風なので、ストーリー的なところの紐解いたりする部分のヒントにもなってたりとか、そういうところも結構配慮して入れてますね。そうですね、なんかタイトル自体もロゴとかも、漢字っぽいところあるんですけど、でなんていうんですかね、その言葉遊びでもあるんですね。そういうふうにこうどういうふうに考えてこういうタイトルがいいとか考えてますか。そうですね、今回はもうとにかく最初から深海っていうイメージがあったんで、深海の中の深い海の中での世の中みたいな感じのイメージがすごいあったので、その中での世界っていう意味で深い世界っていうことで、新世界っていう名前も入れたんですけども、そういう意味でも漢字では書くと深い海の世界なんですけど、よく多分ね分かると思うんですけども、新しい世界っていう意味でもあるっていうところで含みでかなり、やっぱその最初こうプレイしていて、すごいこう海の、ワールドがこう、演じられてるから、普通にこうか、普通の海中みたいな。そうですね。結構色通りとかも考えたと思うんですけど、深いところまで行くと、やっぱそのビジュアルが結構変わってくると思うんですけどね。なんかこうそういうふうにこう考えて、どういうふうに考えてそういうふうに制作したのか。そうですね。一番最後に一番インパクトのある絵を持ってきたかったっていうのがあったので、とにかく本当の最後の深海文明に達するまでは小出しで買ってその自分のたち以外の文明もあったんだなっていうところを匂わせつつ、最後に一気に持ってくるっていうところをもう最初の初期段階からもうそれはしっかり持ってたので、それ以外までは意外と深海海の中のありそうなシチュエーションっていうのを並べて冒険していって。意外と普通に海の中で怖いなとか、楽しいな冒険感あるなっていうところを味わった上で最後にこうガツッと持ってくるっていう風な構成をよく考えてました。でその文明のデザイン、言うたら建築も、どこからインスピレーションもらったのかあれに関しては半分手癖みたいなところもありますけどああいう形がよく好きだっていうのもありますし、なんか。独特な雰囲気で変に角張ってるっていうよりかは海の中なので、できるだけ流線形だったり、あと3D モデルで表現するんで3次元的な面白い形だったりとか、あと何かそういう、生き物に捉えるような雰囲気で形を作ったりして。でそれをさらにその SF 的な要素を入れて、メカに見せたりとか、そういうところで結構面白みを普段やらなさそうな形から持ってくるっていうのは心がけましたね。最後に何かこう自分がこう言いたい、そのビジュアルに関して言いたいものとかあります？皆さんこういうふうにまあやっぱその見て感じてほしいものがあれば。はい、ああそうですね、まあ、特に今回はあれですね、あのアクアリウム感みたいな感じをすごく意識していたので、まあ、その背景の配置設置だったりするので、まあ、あの自分たちのあのなんだろう、気に入った場所に行って、まあ、これサウンドも絡めてなんですけども、その気に入ったあの場所に行くことでその曲を聴きながら、まあ、眺めて景色を眺めてもらうとか、そういうのも意識してあの絵は作っていたりしました。ありがとうございます。Well, thanks again, guys. We hope you enjoyed the conversation, and we're going to do this again, so we hope you stay tuned for more. Take care, and remember to play Shinsekai Into the Depths, and we hope you all enjoy it. Take care.